どうぞです。ドラゴンクエスト10ね、やっていきたいと思います。まぁ、ちょっとね、これ挨拶ね、なんか昔の、高速にしてほしいというね、リクエストがありましてね。まぁ、若干高速になったんですけど、まぁ、俺としては、もうこっちはやりやすいから、ゆるがんの時もね、ずっとこれやってたんでね。まぁ、ただこれ聞こえにくいってやつが多いから、まぁ、ちょっとね、普通に戻してたんですけど、もうまぁ、別に、まぁ、ある程度俺も知名度上がってきたんで、もう別に多分みんな名前は知ってるだろうなと思うんでね。もう関係なしに、今まで通りの挨拶で。どうも、ジョレですって感じで行こうと思います。で、今回ですけども、もう踊り子のレベル上げをね、しようと思ってます。メタル迷宮チケット使ってね。一気に行きます。ウィッキに行こう。ウィキペディア読んで行こうぜ。一気にウィキペディア。一気にウィキペディア。どうしようか、メタル迷宮券使用体チケット使いましょう、タイム。もちろんだ。おー、そうやで。そうやで。おー、行こうか行こうかで、行こうか、タッチで行こうか。もちろん行こうぜ。レベル1のまま行きまーす。よろしく。1のままでも関係ありません。一気にレベル上げまーす。2回行けるんで多分レベル一気にもう、だいぶ行くでしょ。ただね、あれが使えないんですよね。エンゼル棒が。もうそれがうざい。まあ、でもエンゼル棒使えんかっても、まあまあ最低限の、あれもらえるからな、もちろん。最低限もらえるんでね。いきますよー。いくぜ、いくぜー。レベル上げー。もうレベル上げ最高に楽しいわ、ほんまに。育成芸の人でレベル上げが一番おもろいと思うで。それで強なってから、それを眺めるっていう楽しさ。わかるかな、その楽しさって。眺める楽しさね。あると思います。で、今回ですけども、トークテーマは何にしようかなってことで。何しようかな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。お前。コメントは、コメ読みは、ちょっとしたっけこっちのコメ読み。あ、これしてねえわ、こっち。コメ読みはラストやって、トークテーマは普通になんかね、時事ネタを使おうかなと思います、今回はね。なんかあるかな？なんかあるかな？矢口とかあるけど、全然思んねえよな、矢口とか。三度目、ナスビ登頂断念で、下山。興味ねえ。俺興味ねえわ。ごめんやけど、ナスビ。俺お前に興味ねえな。まあ、ええわ。とりあえず、行くか。これいけるんか俺ほんまに。当てる？おらー来たー危ねえ。これ一気に座る。おおやべうまうまままままやばうますぎるっしょいや、これやばい。俺やばいぞ。これな、探検スキルだ。この辺は多分違う初級であげた方がいいから、多分こっちがこっちだと思うねん。どっちやろ？踊り、歌。全初級で清さ10増える。猛毒効果。え？攻撃時猛毒の効果？あー、なるほどね。猛毒ブルース。MP が増える。周囲の味方の会心暴走率アップ。おー、ええやん。これめっちゃええな。踊り子専用なんや。会心率アップめっちゃ良くない？普通に。覚醒なり。あー、これよく使ったやつやな。ダメージアップ。蘇り節、周囲の味方回復し、生き返す。あー、復活持っとんか、こいつ。踊り子復活持っとんや。歌は？フンジダンス。あー、こう、周囲の敵混乱させる。眠らせる。ドラゴンステップ。ダウン。まあ、俺は踊りより歌かな。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ歌の方が、なんか良さそうじゃない？会心、邁進ラップの方が強そうやし。で、探検か奥義かスティックだけど。どれ使うかって言ったら、お、迷宮止水。これはアイゼンやん。ブリーチのアイゼンの、挽回ですね。迷宮止水って言ったらね、クソ強いですからね、あの挽回は。心しの10年1秒最大140少しずつ回復。お、めっちゃええな。あー、奥義スキル、回復持っとんや。アゲハランブ、奥義の前、4個奥義。これが多分強いと思うな、奥義では。装備時見取れる 5%。でも俺やっぱこっちかな。探検の方かっこいい気がするな、俺。探検って結構好き、アミさん。な、歌、とりあげるわ。とりあ歌あげて、まあ、MP で最大10上がるも大事だし、パッシブ取るって大事だから。オッケー。まあ、パッシブ取っておきましょうか。歌自慢、喉自慢。歌います。ぬーでぬーで溶けるような、テキーラみたいなキスをして。痛い、強い。待って、お前強いぜ、結構。ほんついつは、いや逃げるな。ああ、逃げよう、やばい。倒す、こっち倒す。
ワンパンチ、ワンパンマンでござる。ワンパンマンって漫画でありますね。アイシールド21書いた人のね。そんな上がらんか、これも。マンパン、マンパン。何？満タンさしてくれ。満タンに。満タンにさしてくれ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。こっちね。いきます！ブラザー、3匹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 。1匹かい。今は3匹一番欲しい時やって、中年いや、中年や、中年言うて。オッケー。どんどん行く。おー、やばい。どんどん行くぜ。ポコ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 。ほいー！オッケー、いいね。強すぎ。エンゼルもそれで聞いたけど、おらー！舐めんな。舐めんな、こらー。んば、キャラこらー。おい。逃げるな、逃げるな。逃がさんでー。逃がしまへんねー。ほいほい。よっしゃー！レップ。いいね。オッケー。オッケー。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。大事、大事、大事。よーし。もう一気に26やからな。だって。一瞬やで、ほんまに。やばない。マジで。よし。待って。回心回心ラップ以外なんか言うのあったっけ？蘇る武士か。力アップか。こっちもでも力アップあるんやな。あー、70までは取っときたいな、ここも。あー、でもどっちも欲しいな、結局。パッシブがあるから。探検スキルは他のところで上げたら多分大丈夫やろうから。魅力 10% か、10上がるんか。あー、攻撃魔力か。まあ、待って、魔力は別に降りらんからな、極論。力は欲しいけど。アタッカーとしての能力欲しいから。でもここのなんかその、隠せなりじゃないけど、蘇り武士は一応持っときたいな、復活技やから。強そうやし、専用やし。あー、どうしよっかな。ドラゴンステップ、ビーナステップ、ロイヤルステップも多分良さそうやんな。あれ結構専用だからな、一応。まあでもとりあえずここで、止めとこう。ここで、寸止め。ここの、止めよう。ヒット歌手。ヒットしてないんです、あんまり。でも実は。でも実は僕、あんまりヒットした曲ないんです。ヒット歌手になりたい。歌手になりたいっていう夢はね、一度は多分夢見たと思うんですよ。ほとんどの人がね。俺も夢見たことあるんです。歌手になりたいなっていう。歌手になって1万人とか2万人の前で歌って、うわー最高ーみたいな。ヒョル最高ーみたいな。なるも夢見とったことあったけど、歌ってめっちゃむずいよな。ほんまに。まずもう、なんやろ。うまいだけでは売れへんや、まずもう。やっぱ歌詞とその作曲。どっちもやから。作詞作曲をその、どっちもが噛み合って初めて売れるっていうやつがあるからな。大変やで、ほんまに。まあ、とりあえず、メタルキング、激走に行きたいと。よろしくお願いします。まあ、ちょっと今回はもうね、踊り子レベルアップがメインだったんで、まあまあレベル上げしましょうかね。もう一気にここで。まあ、メタルキング一発倒すだけで、多分これ、ね、199,999 で多分マックスなんで、もうそれは確実にゲットできます。メタルキング倒すだけで多分おそらくね。おっしゃ行こう！はぐれみたい倒したい。みたい。メタルまず一匹目いてて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 、敵ず、敵ず、敵おらー二体目やべ、死ぬ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 。やべ、死んだ。蘇る。やべやべ。やばいぞ、これ。敵だ、敵だ。逃げろ、逃げろ。またんかいー、よっしゃー、でかい、一番でかいの倒した。オッケーオッケー。これでも多分大丈夫やろ。19万いったやろ。危なかったー、はい、ドン。19万、気づき、気づき。オッケー。うふう !35 レベル。でも35か。うわ、やば。ベギラマン？メラミン？あ、炎系の魔法、覚えるんや。マーニャと一緒やん、ベギラ、ベギラゴンとかって。踊り子イコールマーニャみたいなイメージが強いんやろな。ベギラゴンか。まあ、でも呪文こいつ覚えるけど、別に呪文別に使う気ないからな、俺。やっぱ、探検でしょ、男は。二刀流でしょ。二刀流せなあかんで、やっぱり。32でかいな。お、一気に。もう力アップできるやん。祈りのゴスペルって何？攻撃魔力。あー、まあまあまあ悪くないな、別に。まあ、これは別にいらんとして。あー、でも蘇り武士は言ってまうか、やっぱり。歌は極めるか、俺はもう。中段までにしてもあれやしな。歌は極めよう。俺は。どっちが強いかわからんけど、歌にします。わしは。わしは歌にします。踊り子やのに歌うっていうね。もう踊り子じゃないやん、それ。それ踊り子じゃないじゃないですか。
それはもう歌い手やんか。それもニコ生の歌い手やないか。ニコ生のよ。伊藤貸したろうか言うてな。俺知らんけどあんまり。てんてんてん。歌い手やな。もう踊り子じゃないから職業歌い手です。どうも、職業歌い手です。お、新しく追加された。あー、レベル35いったからか。だいぶ上がったとでもレベル。まあまあまあ、これで装備ね。ある程度整えて、行くんですけど、その前にちょっと探検スキル上げないといけないんでね。まず探検スキル上げなあかんねん、だから。探検スキルをどうやって上げようかな。どこで上げよう、探検スキルって。魔法使い！あー、ここやわ。魔法使いやるわ、俺。で、魔法使いの別に能力で、俺欲しいのって、MP ぐらいやから。だから MP の26取ったら、あとは別に正直もう、いらんな。かな、いらんかな。まあまあ、それ欲しいけど、まあ、探検全振りでもええぐらいかな。タナトさんと欲しいな。これ強いからな。このダガーで毒とかにしてからの、バイパーファングで毒してからのタナトさんと。しかも消費MP少の！めっちゃええやん。うわ、これ二刀流できたらおもろいな。キラーブーン。ああ、二刀流したらおもろいな、こいつ。いいね。いや、強いやろ、絶対。ちょっとじゃあ次は、踊り子のレベル上げたから、魔法使いのレベル上げるわ。んで、探検スキルをちょっとマジで、極めて、多分、エンゼルボ株とかもっとレベル上がるから、それで一気に魔法使いレベル上げてね、ちょっとね、マジで、強化、踊り子強化しようと思います。で、踊り子をメインに据えて冒険しようと。まあ、探検スキルなかったら踊り子もね、何もできないんでね。だから、とりあえずちょっと踊り子から変えるわ、これ。うん、変えに行こう、今から。変えます。あと8分残っとるんかな。あと8分で何の話をしようかな。と思ったんですけど、何の話しようかな。あー、まあ、昔生放送で話した話しようかな。結構、まあまあ、受けが良かったというか、まあ結構、まあ、俺の昔の話って結構みんな、知りたい人多いというか、まあ学生時代の話とか結構面白いって言ってもらえるんで、まあ学生時代の話、なんか、あるかな。結構まあ、いろいろあるんですけど、あ、こっしゃんの話しようか。ちょっと、これちょっとやばい話だけども、ドラクエ10下ネタ結構多いんでね。ちょっとガチで、でもやっぱ、ちょっとこれやめとこ。あ、これやっぱやめとこ。これちょっとやめとこ。どんな話しようかな、どんな話しようかな。なんかあるかな、面白い。どれか、パッと言える。まあ、10分くらい話せるやつ。まあ、10分超えても別にいいやんけどさ。まあ、とりあえず一回ちょっと転職するわ。どれにしようかな。まあじゃあ、別にちょっとやめとこうじゃ。滑るな話じゃ、絶対に滑るな話しよう。じゃあそれにしよう。うん、絶対に滑るな話をちょっとね、軽くちょっと披露したいなと思います。これはね、僕が、まだ、まあ、中学生ぐらいかな。うん、中学生ぐらいの時。多分中1ぐらいやったと思う。小6か中1ぐらい。中2かもしれんけど。ぐらいの時に、家族でね。まあ、前さんも家族やから、俺、兄弟やから、前さんと、俺と、俺の夫の勝也と、俺のおかん。おかんの4人で、4人家族やったね。まあまあまあ、遊び行こうと。お出かけしようと。まあ、ボーリングとか、行こうかなっていう風に。もうお出かけしようってなって。で、パオパオっていう当時ね、結構何でもその、いろんな遊びがあるところに行ったんです。まあ、連れてってもらったんですね。そこでまあ、ボーリングでやったりとか、カラオケでやったりとか、あとなんかもうスーパーもあったりとか、あとまあ、スケートリンクなんかもあったりとか、なんかね、結構何でも遊べるとこあったんですよ。まあ、スケートとかって、俺らの地元では珍しいんですけど、たまたまそこにはあって、で、俺ね、ボーリング行って、まあもう、なんかね、ボーリングに対してあんま楽しめなくて、俺自身。で、もう、ちょっとなんかもっと面白いことしたいみたいな。ちょっと言って、俺。ごねて。そしたら、あ、でもスケートしたらいいんじゃないってなって。たまたまスケートがそこにあったし、しかもそこって、まあ、あんまり普段から行くような場所じゃないから、何回も行くような場所じゃないから、だからスケートする機会ってなかなかなくて、俺も初めてだった、人生。人生で一回もしたことなくて。まあ、もちろん、前さんもないし、俺もないし。で、家族は、両親二人は、一応、ま、経験あるみたいな感じで。まだ教えてもらいながら、やろうってなって。まあ、でも、マイスターとか乗り気じゃなかったわけよ。もう全然、なんかいや、俺あんま正直スケートとかなんかもうこけるイメージあるから。もうなんか、あんまり、行きたくないわ、みたいな。で、マイスターはボーリングしたい、みたいな。で、俺は、いや、俺はもうそんなボーリングなんかやめて。いや、俺普通にもスケートの方が絶対おもろいやろ、みたいな。で、そこでもう喧嘩になったわけよ。マイスターと軽く。いや、もう絶対俺ボーリングだからって、マイスター言い張るわけよ。いや、そんなん、最初ボーリングに行くって決めとったやんけ、みたいな。で、俺は、いや、そんなん最初言っとったかもしれんけど、結局そんなん、年下の意見したのが普通やろ、みたいな。そんなん、俺が一番若いんやから、若い人間が楽しめたら一番あかんやろか、みたいな。お前兄貴なんやから、そこから譲れよ、みたいな。
お前2個上なんやから、お前それが譲れんみたいな。ちゃんと。ほんまに兄貴としての威厳ちゃんと保てよみたいなことを言って、でそっからもうや、もう喧嘩せんときなみたいな。もう両方行ったらええやんかみたいなって、まあ最初ボーリングちょっと軽く楽しんで、まあ俺もその時はもうなんかやる気なかったんやけど、まあ軽く楽しんで、まあその割にやる気ない割には前さんより上手かったんやけど、上手かったんやけどな。そう、まあ俺は前さんよりボーリング前から。で、まあ上手かって、まあ前さんそれでまあ俺より下手くそやったら余計そこでも腹立てて、なんかやる気のない俺に負けて俺がおちょくとったから、まあお前ほんまあれやなみたいな、やる気あっても俺に勝てへんのかみたいな感じでおちょくとったから、前さんも若干だいぶ切れたけど、で、それでまあ、切れさせたまま、次スケートやってなって、もう俺もやったーみたいな、もうボーリングも買って気分ええから、調子のとだけよ。で、その、ボーリング終わってスケートに行くってなって、で、スケートってやっぱスケートのなんか靴みたいなのとか、もう俺はもう置いてないけど記憶はないから、多分借りるんやな、多分借りて、で、なんかその、結構まあ、狭いところで、まあ、あんまり客も入ってんかったのかわからんけど、結構吸い取って、でまあ、最初にまあ俺のほとんど勝也が、見とけと。わしが滑るからちょっと見とけと。結構これほんま危ないから。これはもう、その、絶対に、その、油断して、やったらほんまに、頭って危ないからな、みたいな。ちゃんとヘルメット被って行った方がええぞ、みたいな。最初やったら。でも俺は、そのダサいから、ダサいことせんから、みたいな。そんな別に、頭から打つわけねえやんけ、みたいな。俺らが、みたいな。大丈夫やから、みたいな感じで、ヘルメットを被ることをもう俺はもう、嫌がったんやけど、まあそれでなんかその、勝也、いや、見とけよ、みたいな。もう、わしもな、昔を滑っとったから、みたいな。もう5年ぶりやけどな、って、もう入った瞬間、バーン滑って、普通にもう肘打って、あいたーみたいになって、で肘もそれで結構やばいぐらい腫れて、もうそれで勝也何も教えるとかなく、もう滑りなんです、もう、リタイアしたんやけど、そっから去っていったんやけど、で、俺のお母さんは結構運動神経良かったから、勝也もう間抜けやから、基本的に。運動神経昔は良かったらしいんやけど、もう都市で全然動けへんかったわけよ。で、それで一瞬で、肘やってもだから、こけて肘ついて。で、結構腫れて、もう全然もう無理やみたいな感じで、ベンチで休んどるみたいな感じ。で、俺と前さんもそう爆笑で、もう、こいつアホやろみたいな感じで爆笑で。で、まぁ、もうおかんも呆れて、じゃあもう、やるからみたいな感じで、おかん普通にもう結構上手くて、スーッと滑って。で、俺次、俺やりたいってなって、前さんも、まあ、正直ビビっとったから、まあまあ、ビビっとったら、こけるん、ビビっとったか知らんけど、お前やりたくなかったから、俺がじゃあやるわみたいな感じで。まあ、前さんも多分俺がやってから様子があってやろうみたいな、こと思ってたと思うんやけど、そっからまあ俺は、普通に滑ったら、もう最初もちろん何なんやろ。うわーみたいな感じで揺れたけど、なんやかんや、もう、天性のボディバランスっていうから、もう何なんやろ、こけんわけよ、絶対に。もう、どんな、なんかもう、すごい体勢になったんやけど、ギリギリこけんみたいな感じのやつわかるかな。で、ほとんどこけずに俺は行って、で、なんかまあ大体慣れてきたら、まあ壁持ちながらとかやったら結構まあ、進めるようになってきて、そっからまあまあ、結構楽しいなって感じで、俺はもう普通に、まあ、スケートリンクに愛された男みたいな感じでおったんやけど、で、マイスターそれ見て、うわ、なんか結構楽しそうやなと思ったんやけど、目が輝いとったわけよ、すでにもうすごいな。でも、なんや、その、なんやろ、マイスターやっぱその怖いって意味だったから、で、俺が、その、マイスター、なんだ、スケートやらへんって言った手前、やっぱやりづらかったのかな、マイスターも。言ったわけ、俺が煽ったわけよ。あー、楽しかった、スケートみたいな。お前やらへんのみたいな。まあでもさっきやらへん言っとったからな、みたいな。まあここではそれやらんわな、みたいな。まあ大嫌いなのやらへんやろ、普通に考えたら、みたいな感じで俺煽ったら、前さんがその、いやーでもどうしようかなみたいな感じで、もう悔しそうな顔しとったわけよ。でもなんかさ、なんだろう、まあでもこれな、ほんまに、さっき言っとったからさ、みたいな。ちゃんとその、滑ったおかしいからな、みたいな。感じたら、前さんがもうそれで、なんかその、もうどんどんまた喧嘩になっていって、俺をヒートアップして、俺がもう、いやお前ほんま滑ったおかしいから、さっき滑らへんって言っとったのに、みたいな。もうそういう昔はやっぱ細かくて喧嘩しとったから、俺ら兄弟は。で、なんかその前さんも、いやまあそんなあれが、まあ、言っとったけど確かにその、お前はボーリングしとったやん、みたいな。いや、ボーリングは別に俺ちゃうから、みたいな。俺ボーリング嫌いやけど、ボーリングせえへんとは俺言ってないから、みたいな。まず俺ボーリング目当てで来たんやし、みたいな。で、お前ちゃうやん、スケート目当てで来たわけじゃないやん、みたいな。で、お前言っとったやん、スケート滑らへん、みたいな。まあ、そこねじ曲げるほど、やっぱその、しょうもないやつなんやな、みたいな。ってなって、いや、マスターがそれでもう、一回な、プチンと来たんかわからんけど、あーええわ、みたいな。俺絶対滑らんわ、みたいな。お前絶対滑らんからな、みたいな。俺はもう 100% この絶対滑らん、もう。もう俺も一生滑らへんから。っていう、これはマイスさんの絶対に滑るな話っていう、オチです。まあ、笑い要素はね、正直ないです、これに。この話。オチはないんです、別に。なんでね、ちょっと期待したかったね。びっくりしたと思います。まあ、読んでた人もいるかもしれない、このオチをね。この絶対に滑らないっていうのは、マイスさんが、スケートを絶対に滑れないっていう話です。まあ、ちょっと時間も遅くなんでね、ちょっとだいぶ端折りましたけど、まあ、今回はこの話で。受けたかどうかは謎としてね。まあまあ、楽しく話したんでよかったと思います。まあやっぱね、一人なんでね、反応がないからね。受けとうかどうかもわからんし、
だから、その、完全一人っていうのは、ちょっと喋りにくいとこもあるんやけど、うん、なんだろう、そういう、こういう滑れない話的な、物語を話すときって、やっぱその反応があった方が、なんだろう、うわ、マジでみたいな、なんかその、生放送とかだったら、なんだろう、その、なんだろう、www が来たりとかしたら、テンション上がるやん、これも。うわ、受け取る受け取るみたいな、ここで受け取る。じゃあ、ここもうちょっと持ったろ、みたいな話。とかってあるんやけど、これ今なんかその、ないから反応が。だから、どんな感じの顔で聞いとんか全くわからんから、ちょっとは、普段のその生放送の時と比べて話しづらいって感はあるんやけど、まあまあまあ、ちょっとまあ収まったと思います。10分ぐらい。10分のフリートークをお見せして。じゃあ今回ラストね。まだ話続くんかって話やけどまあとりあえずこれ、ドラクエ本編これで終わり。まあ、本編でももうレベルアップしてんけどさ、これ。次ね、米読みしよう。このドラクエ自由やな。半端ない自由やな。てかもう今別に、メタルエリア行ってよくないっていうレベルやな。米読みしながら行こうか、もう。行くか。行っちゃうか。行っちゃうか、言うてな。ただ、米読みしながら行こう思ったら結構な、あれやねんな。うわ、これラストか、これ使うんか。でも使わない、踊ることできんもんな。もう使ったれ、もう。行ったれ。魔法使いのレベル上げるのめんどくせえが行ったれ。行ったろだよ。あ、何、返した、いらんいらん。てかさ、エンゼルも装備した方がいいやろ。よし。やったー、オッケー。行こうさあ、行こうでコメント読みしまーす。結構ね、これね、コメントもらえてるんですよね。すごい、もう毎回のコメントで50件ぐらいもらえてるんでね、本当に嬉しいです。これがまあ1ヶ月後、2ヶ月後には100件とかなってたらね、さらに嬉しいんですけど、まあまあ、今見てる人がね、楽しめるように、していければと思ってます。まあ少ない人数だと思うんですけどね、そんな多くない人数だと思うんですけど、まあまあ、人数関係なくね、もう俺自身が楽しんでるんでね、それはもう一つもう OK かなっていうふうには思ってます。じゃあコメント行きましょうか。57件来てますね。パート5のコメントですね、これ。パート5のコメント読んでいきます。まあ基本全部読めると読みたいんですけどね。まあ省くとこあるかもしれないです、ところどころ。ジャンヌダルク、これから毎回コメントしていきます。しなかったら館長の宗教してください。いや、館長はしません。館長しないです。その館長じゃないです。うんこ出す館長の方します。ジャンダルクに悪いけど、せえへんかったらな。覚えとこうかな、お前。絶対しろよ。村田くん、メタル迷宮券使って、パシブトで楽ですよ。あれは1レベルでも勝てるので。これ見て1レベルでいこうと思ったね。このコメントを参考にしてます。今回のやつ、これ。何これ場所変わっためっちゃ。でも、まあ、場所変わったけど一緒やな。オッケー。最初、はぐれたら行くのが1万円。なんでかって1匹しか出てこんか、こいつ。だから、倒してレベルアップするって、HP 上げるっていうね、作戦ね。オッケー。ヒカルさんのファーストシーズンからドラケティは見てた。ノバーフレイル。ヒカルさんのファーストシーズンからドラケティは見てた。一人でもあの時よりクオリティが上がっててすごい。これからも楽しみしてます。いやー、ありがたいコメントやな、これ。めっちゃ偉かったぞ。28、まあ、エンゼル棒の力、でかでかフィーエンゼル棒、でかでかフィーって感じ。でかでかでか、エンゼル棒、でかでかでか、でかき、うん。でかでかでか。やたたたた、わわわわわ。わうわ。わうわ、わうわ、ふぅ、ふぅ。よっしゃー、一人前のハンターになりたいでーす。うわ、マジか、でかいー。ノバフレイルさん、ありがとうございます。さっきのコメント嬉しいです。クオリティが上がっててすごいっていうのね。その一人でね、やっぱ、まあ一人の話し合わせは事実なんですけど、まあぶっちゃけね。まあでもまあ、そのクオリティが上がったか下がったかって、まあ人それぞれだと思うんでね。やっぱその、みんなでやってるドラケが面白いっていう人もいれば、まあ案外そのみんなでやるより、一人でのソロトークが面白いっていう人もいたりとか。まあまあ、その、層は変わったと思うんですよ。前回のドラクエ見た人と、見てた人と、今のドラクエ見てる人って層がだいぶ変わったと思うんですけど。まあまあ、やっぱ本来はね、どっちの人層にも見てもらえるような実況を目指したいなっていうのはやっぱありますね。それはまあ目標というかね、今後頑張っていきたいことの、でもありますよね。昔見てた人にも帰ってきてもらえるように、今見てなくてね。もちろん、ね、今見てる人もずっと見てもらえるように、心上げていきたいなと。だからドラゴンクエストの内容ももちろんやりながら、で、トークもやりながらっていう、この両方ね、追っていくというか、二頭のものを一頭見てない、二頭追ったものしか二頭入れないっていう考え方でね、やっていきたいなと思いますよね。だから、まあ、こういうコメントですごいありがたいですね。勇気が出るというか、なんか、多分、テンションが上がるんですよ、やっぱね。褒められると、やっぱ人間って褒められて伸びるもんなんでね。やっぱ持ち上げられたら、どんどん行くんでね、俺も調子つくんでね。ほんまに。やっぱり、触れられれば触れられると勃起していくみたいなもんなんで。テンションの勃起があるんですよ。テンションにも勃起率っていうのがあって、やっぱ人間ってね、やっぱね、触れられれば触れられるほど勃起するんですよ。やっぱアンチも一緒なんですよ。アンチに触れられれば触れられるほど勃起していくんですよ、テンションでね。だからその何やろ、アンチ叩かれたら凹んでるんですかみたいなのあるんですけど、凹まないんですよね。
あんな雑魚ら、あんな貴重で雑魚どものコメントではね。むしろ、こいつらまた俺のこと好きなんかみたいな。こいつら俺のこと気にしてもとんなみたいな。まあ、しゃあねえかみたいな。雑魚やからっていう感じのテンション上がり方する。ほんまに。アンチは俺をボキさせて今日からな、はっきり言わせてもらうけど、ほんまに。パンパンやぞ、ほんま、毎日。お前らのな、おかげでパンパンやわ、毎日。パンパンやで、ほんまに。いうことです。まあ、最近ちょっとドラクエ10絞れた多いんじゃないですかみたいなあったけど。これな、ドラクエ10が絞れた多いんじゃなくて。なんだやろ。俺の、ソロは多分な、絞れた多いねん、もう根本的に。うん。多分な。うん。俺のソロは、ね、絞れた多いんです。なんでかって言ったらね、光ゲームでなんか唯一ね、ベラベラ絞れた話すの俺ぐらいなんです。だからね、そこはもう仕方ない。俺の実況にはね、下ネタつきもんなんですよ。もうなんかね、なくてならない存在。ほんまに。絶対にないといけない存在。相棒みたいなもんですね。言ったらもう。もうだったら、右京さんって言ったらもう、成宮君みたいなもん。ほんまに。感じたらね。ドラマの相棒で言ったらね。杉下右京の相棒みたいな感じですよ。言ったら。えいいい、クライブ、クライアがれー。逃げるな、逃げるな、逃げるな。絶対逃げるんじゃない。絶対に、訴えてやる。うわぁ。プリアえい、よいし。よいしょ。いらね。100匹討伐マジで討伐すぎ君、討伐しすぎやな。ちょっと、それはあかんぞ。君、それは、ちょっと、あかんぞ。討伐しすぎじゃないか。君、それは、あかんぞ。ちょっと、討伐しすぎやないか。よし。めっちゃレベル上がるわ、んで。にしても。次いきます。ドラクエ10よし。レベル56になったら、ツスクル。部屋でレベル65回復クエストを受けられる。が、そのレベルで倒すことすら無理だろ。で、言うなよ、じゃあ。何が無理やねん。言うなよ。まずもうレベル55の回復倒せるのは当たり前やろ、こんなもん、よし。分かっとるわい。そんなこと。長花トムソーヤ。ヒカルさん、なんで本名じゃなくてヒカルって名前でゲーム授業してるんですか？何か事情があるんだったらこのコメント読めなくてもいいです。事情はね、ないです。特にね、これはね、正直ね、偶然なんですよ、もう。だから、なんか名前やってくれたときに、本名はなんか愛嬌ないなってなって、やはりなんかやっぱなんか違う名前でいきたいなってなったときに、なんかないんかなーってなって、多分前さんが言い出したんかな、ヒカルで言ったんじゃないって、なんの、あれもないけど、理由もないわけよ、言ったら、だから。で、別にだから髪の毛は金髪だからヒカルとかじゃなくて、そうなんじゃなくて関係なしに、なんとなくヒカルで、なんか前さんの先輩に、昔、ヒカルっていう結構カリスマっぽいやつがおったらしいんで。大学の先輩に、よっとるかなんかの。ボートやったかな。なんかにあおって、それから取っとるみたいな感じは言ったけど、だから光るっていうのは偶然できたもんです。だから俺は決めたやつじゃないです。だから別に。だから前さんが、それでいいんじゃないって言って、俺も別にどうでもよかったから、ああ、別にそれでええなっていう感じ。で、決まったのは光る。みたいなね、感じですね。メタルキング、さっき行かしてもらいましょうか。ルーッルーッ多分これも別に全部倒さんでも多分もう入るやろ。ルーッもう19万9。で、なんでこれ199,999なの？ほんまに、そこだけほんま謎。ドゥリアーン！どうランクザ望み。終わり？こいつら。なんでなん、もっと50万とかまでやってくれんのかわからんだけど、マジで。そうじゃないとさ、もったいなくない？いや、マジで、経験値もったいないやん。バッキャロー！うわー !41 レベル！一気に41レベル。もう、ほぼほぼカウスト仕掛けやからな、これ。やばない？だってレベル1やったんや、これ。やばない？いや、ほんまに。冷静に思います。やばいです、これ。はい、これ、始めようって感じ。ほんまに。これ誰の前かって言うと学校の先生の前なんだけど、昔の。あー、ちょっと惜しい。どうしようかな。あ、どうしよう。待って、他にこれ、探検スキルで誰かおったっけ？盗賊か。あー、盗賊。盗賊感染より、盗賊もでもパッシブめっちゃええな。取りてえな、盗賊のパッシブ。取らなあかんな、盗賊のパッシブもこれ。合計今87ポイントが。87取ったら盗賊は90までやったっけ。82か。じゃあレベル41まで上がったら、55いったらまあいけるんか。探検スキル生は取れるな、こっちでも。他は。おお、あるやん。極芸士。しかも魔力いらんから俺。器用さがあるんか、80まで。いやでもこれも次34まで上げたら、あと全部探検スキル触れるから、考えたら魔法使いちょっとまあこれ MP 上げとくか。パッシブで MP 上げとくの大事だなって思うんで。MP あげまーす。残り探検スキル。もうここから別にさっきね、いらないんで。振っときまーす。OK でーす。OK。まあ最大 MP ね。これね、MP はね、地味大事なんでね。やっぱり。まあ全職より MP 上がる方がほんまでかいんで。よし、OK。MP あげときましょう。カット。
いうことで、今何分やてかもう。これ時間ないぞ。もう30分いっとるやないかい。早いって。ちょ待って、今回だけちょっと40分させて。ちょみんな見てな。40分でも。悪いけど。まあコメントやから読まんの、みんな見えんけどな、別に。これラストコメント見やから、もう、あと10分ね。いき、もう、やばいやばい、俺もう、やられてもとやん、もう。胃が痛いわ、みたいになってもとやん。ポテチさん。かわいいね。かわいいな。こういう女の子とほんま付き合いたいな。ほんまに。かわいい女の子おるで、ほんまに。3L。3L ってもしかして、バスト、ヒップ、ウエスト、そんなわけ。お、チアちゃん。かわいいな。ええー、な。チアちゃん、チアちゃん映しながら。俺はもう主人公だけど、もうあの脇腹、脇から。これが、脇丼っていうやつね。まあ、丼ではないけどね。脇見え、脇見せっていうね。木々脇見せ。これすごいショットやな。あれ、ベストショットかもしれん。このレアやで、これ、レア。はい、脇からどうも、こんばんは、ヒカルですっていう。脇からどうも、こんにちは、ヒカルです。これで始まりなかったな、今回な。まあ、いいわ。終わりにしよう。もうこれ以上喋ったらあかんことになる。次いきます。レンジャー柿の種。どういうことやねん。ヒカルさんなんで、あ、じゃあ、X はもう飽きないし、さらに天才ヒカルさんがやってるから、さらに飽きない。最高やー。いや、ほんま最高や、このコメント。生も楽しみにしてます。頑張ってください。生中出しは楽しみにしたらあかんぞ、お前。あとバトマスをお勧めします。長文ですいません。バトマスは俺はね、釣る気ないんですよ。もうパッシブだけ取るだけで。バトマスはね、俺ね、しないんです。俺ね、基本的に、なんかね、ちょっとね、癖のあるやつが好きなんで、バトマスみたいにちょっとね、前線って感じのやつ嫌いなんですよ。戦士とかね。だからそっちは絶対しないです。だから癖のあるやつ。だから魔物使いとか道具使いとか、踊り子とかちょっと癖がある。やつを俺は使っていくって決めてるんでね。これは結構こだわりがあります。ちょっと待って、喉乾いたわ、もう。死にそうや。ほんまに。死にそうや、トムそうや、ほんま。長浜トムそうや。長浜か。よっしゃ。モンターだな。まあ、そんな姿で返すなんて、ホーリーさんがあんまりじゃないですか。めっちゃ吹いた。これおもろかったな。これ笑い取ろうと思ってたの、絶対ドラクエ10側が。山本優太。僕は面白いと思っただけ、思った動画だけ高評価してるんですが、普段のヒカルゲームズの動画はもちろん、ドラクエ10実況に関しては、特に、自然と毎回高評価をしているのです。ありがとう。嬉しいのです。いやー、これはな、嬉しい。もうだってドラクエ10はほんまに同じ人がかわからんけど、だいたい、まあ、高評価とコメント数が一緒なわけよ、ほとんどの人。だから高評価押してくれた人がコメントしてくれとみたいな感じが、なっとんかもしれん。それはすごいね、嬉しいっていうか、普通ではありえへんことやから、だからもうすごい嬉しいですね。あぁ消えてもた。もう知らない。次いきます。村井真宏。ドラクエ10僕もプレイしているんですが楽しめますよね。ヒカルさんの実況面白いです。また生放送してほしいです。いや、生放送もするで。まあ、実況もバンバンしていくから、ほんまに。まあ、脱走数ちょっと多くなるんでね、見れない人も多くなるかもし、いるかもしれないんですけどね。だいたいま、どんな内容かっていうのは、まあ、サムネイルのモンスターとか、サムネイルの右側にある画像でどういう、誰と出会ったかって載ってるんでね。それがだって言ったら、メタルキングだったらメタルイーで行ったんやなって思ってくれたりし、それがグラコスだったらグラコス挑んだんやなと思ってくれたりし、みたいな。一応そこにヒント載ってるんでね。まあまあ。まあ、あとまあ、コメントその読みはね、長い。まあ、これね、40分とか30分超えるけど、実際実質内容自体は20分なんでね。だからそこを20分だけでもいいから、見てほしいなと思います。次いきます。若き英雄、パピブリーフ、ジョー。なんじゃそりゃ、もう、バビブリーフか。おら、モンスターズの方が好きやが。もうそんな関係ねえ。おもろい。なんかもう、福井のカズさんみたいな話し方やな。福井のカズさんってのある、ウームさんのね。あれね。これなんて読むんや、これ。坂本翔平かな。あの、阪神の犯人、元って書いてる。自分がドラクエにハマった理由がヒカルさんなので、ヒカルさんのドラクエ授業が大好きです。これからも頑張ってください。ありがとう。このイルルカから、俺を知ったって人も多いんでね。そのイルルカから俺のことを応援してくれてる人にとって向けてのこれ動画でもあるんでね、俺自身。やっぱそこのドラゴンクエストを愛してる人も多いと思うんで、俺もそれを愛してたんでね、やろうと思ってます。だから、登録者がね、今15万人で結構増えましたけど、過去と比べたらね。で、まあまあ別にそのドラクエ10でアクセスがめっちゃ来るわけでもないですけど、楽しいんでね。いや、おもろいんでね。いずれだから、人気になると思う、俺は。この面白いゲームやから。で、実況も俺も、面白いと思ってほしい。俺はこの実況を。うまくできてるんでね。もうね、時間が経った頃にはもうすごくなってますっていうね、ことです。富田勝則。この間5を買いました。毎日楽しみに見ています。これからも頑張ってください。5ね、俺やったことないから5。まあ、いずれまた実況できたらと思っとうけどな。うん、ほんまに。それはまたやろうと思っとう。ありがとう。頑張ります。村人へ田植え。スカルさんのトークはやっぱり最高です。唐揚げくんのレッドくらい安定してます。いや、レギュラーくらいって言うでそこ。レッドそんな安定してないやん、別に。レギュラーや安定してんのって。レッドちょっと安定してへんやん。どっちかでレッドで振り幅ヒーロータイプやん。レギュラーでしょ、そこね。コンフォータブルウィンドウ。懐かしいな。コンフォータブルウィンドウ。コンフォータブルウィンドウって昔おらんかった。久しぶりやな。俺覚えとるで、コンフォータブルウィンドウ。人違ったらごめんやけど。多分覚えとる。うん。ヒカルさん、ドラクエシリーズの中で何が一番好きですか？僕は8が個人的に好きです。これからも動画投稿頑張ってください。陰ながら応援します。ほんまに。久しぶりやな、コンフォータブルウィンドウ。昔おったんやって、俺覚えとるわ。うん。
ドラクジェンで一番好きなのは、6か3やけど、まあ、3かな ?3! で、次6。で、7も好き。でも、10も好きやねん。10も。で、A 勝負。ほんまに。な、全部、ま、同格ぐらい。俺なんかその4つは。結構 A ぐらい。イボトヨネット。イボトヨネット。早く続きが見たいんで、日本のあり方です。もう日本になったから。大体は。まあ、1本の時もあるかもしれんけど。その時はまあ、ごめんやけど。まあ、生放送の時とかは一本になると思いますけどね。それが生放送だけとかね、わかんないですよね。生放送長いんでね、すごい。福島康人。僕はヒカルさんの動画をヒカルさんの動画をパワープロ2013の時から見ています。めっちゃ昔やな、それ。パワープロ2013、俺はマジでやっとったからな、ほんまに。あれもな、次のパワープロ出て課金みたいなやつあったら俺やりたいんやけどな、ほんまに。パワープロ。まあまあ、課金系のパワープロがやりたいですね、俺はね。俺には向いてるんで、そっちが。まあ、プレイヤー普通の人からすれば課金は嫌だと思うんですよね。俺が実況する分にはやっぱ課金の方がおもろいんでね。見てます。それからダークソウル、イルカなど、今までアップされてる動画ほとんど見ています。いつ見てもヒカルさんの動画とても面白く楽しいです。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとう。そう言ってもらえるのはすごく嬉しいですね。まあ僕ヒカルゲームでやってね、やっぱ4人になって、1人での実況ってやっぱ減ったと思うんですけど、それでもその1人での実況を、根強くね、待ってくれてたりとか、楽しみにしてくださってる人って、少なからずいるんでね。それってすごいありがたいことなんですよ、やっぱり。やっぱその、4人の実況が面白いって言われてももちろん嬉しいですけど、やっぱソロが面白いって言われるの方が嬉しいんですよ、個人としてはね。ヒカルゲームズとしては4人の実況が面白いって言われた方が嬉しいんですけど、個人としてはね、俺個人としてはやっぱソロの方が面白い、ソロが面白いって言われた方が嬉しいですね、やっぱりね。その自分のことを、自分だけのその実力をね、で、面白いって言ってもらえてる。これはすごい嬉しいことなんでね。ありがたいです。池添真奈。ヒカルさんの動画を見てから他の動画がつまらなく見えてきました。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。これね、たまに来るんですよ、こういうコメントね。それはすごい嬉しい。俺は、その、なんだろう、実況で、他にない実況をしようと思って、始めたのが強いんで、なんだろう、そう言ってもらえるのはすごいありがたい。だから、俺は目指してるのは、なんだろう、なんだろう、なんてやろうな、その、薄い笑いとかじゃなくて、なんだろうな、マジでなんかその、なんてやろうな、マジで、島田紳助なんですよ、目指してるのはやっぱね、俺が。トークで、っていうのと、プラスアルファでやっぱなんかその、ちょっと質の伝えづらいんですよ。やっぱ違う、他と違うスタイル。他じゃ見れない実況をね、出さないとやっぱ意味ないと思うんでね。そういうのを心がけて、今後も行こうと思います。次、AO1211YouTube。このシリーズめっちゃ面白いです。私が今まで見た YouTube の中でダントツ1位です。それと、ドラクエシリーズ一番好きなシリーズ何ですか?これ被ったな。いや、まあ、これ被ったね。さっきも言ったように、3、6、7、10が好きですね。今のところね。いやーこれね、ダントツ G っていうのを言われてるのはありがたいです、本当に。それぐらいね、なんか言ったら面白いって言われたら、やっぱやる気がすごい出てくるから、ほんまに。いや、俺もこれめっちゃおもろいから。だってこれもう今動画時間何分よ、これ。40分超えるとしたやんね。もう、コメント読みできんだから、はっきり言わせてもらったらもう。ぐらいなんやから。名もなきメガネ。名もなきメガネって。かっこええやんけよ。キャラさん、コメメオツです。やっぱりヒカルさんのトーク面白いです。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとう。トーク面白いってコメントこれ最高やで、ほんまに。これほんまに。これ簡単やったら AV 男優出たら、ほんまにテクニック上手いですって言われたの一緒やから、AV 女優の人から。AV 男優とか、いやーもうヒカルさんのテクニックすごいですよ、ほんとに。もういつも活かされちゃいますって言って AV 女優から言われたの一緒やで、ほんまに。なんもなきメガネっていう AV 女優がおったとするやん。もうアスカキララみたいなもん。アスカキララさんがおって、それで俺がチョコボール迎えって、いやチョコボールさんすごい上手かったですよって言われたの一緒やからな。めっちゃ嬉しいやん、こんなん。わかりますこの嬉しさ。伝わったと思います。あると思います。いきます、次。田中読めへんな、これ、ちょっと。他の実況者さんのドラクエの移動の時はいつも飛ばしてるけど、ヒカルさんの時は面白すぎて飛ばせない。よほほほほやな、これ。もう笑うしかないです、これは。僕も、このコメント、飛ばせません。うまいこと言ったの、俺も。もうこのコメント飛ばせへんね、俺も。ええコメントが多すぎてな。飛ばしようがない。どれ飛ばしてんねん、ほんまに。教えてくれ、それ。天聖グリコ。ヒカルさん、僕はドラクエに興味がなく、ドラクエ6と、8だけやってみたんですが、ヒカルさんのドラクエ10の実況を見て、ドラクエが楽しいということに気がつきました。僕はドラクエ11が発売したらやろうと思います。ヒカルさん、これからも実況頑張ってください。長文になってすいません。11な、俺もやるから一緒に楽しもう。ほんまに。一緒にね、ぜひね、ドラクエ11を楽しみましょう。もう俺は実況という形でやるんですよね。アドバイス等ね、待ってます、実況でね。ドラクエってやっぱね、一人の作業なんですけど、それをね、その楽しさ分かち合ったらさらに面白いじゃないですか。ドラクエトークって言うんですか?それをね、
やれればと思いますね。実況の YouTube を通じてね。あ、ヒカルが来た。ヒカルの横にヒカルが来ましたよ。次行きます。ソード勇気。デジモンの歌、何が好きですか？デジモンの歌が、ビーギャ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 やろ、これ。夢見ることが全て始まり、それが答えだろうも好きやけど、バタフライも好きやし、もちろん。あと進化の歌。ふわふわふわーみたいな。も好きやし、もう結構何でも好きやな、ほんまに。デジモンは結構何でも好き。運命のターゲットも好きやしな。結構もう、やばいくらい好きです。運命のターゲットだっけ？ターゲット。あ、ターゲット衝撃やったっけ？なんかそんな感じの歌あったよな。もう好きです。もうとにかく結構好きです。まあ、最新の曲は知らないですけど、昔のやつね。めっちゃ好きです。てか、あと10分追加すれば、もうちょっとラストも10分。悪いけど、もうちょっと50分くらい。もう、まあ見て、みんな。見よ。見よ。じゃね。ドラクエシリーズやってみたいと思ってるけど、なんかめんどくさそうと思ってしまう。もうジャネはほんまこれめっちゃ昔からおるからな。ほんまに。違うんじゃねって言ってな。もうジャネなんかこれ一回顔見とうからな、ほんまに。唯一かもしれん、視聴者の中で。ハプニングで見てみたいけど、ジャネの顔。ほんまに。ジャネそこ結構あれやから。ネタにしてきようかな、こっちに対して。見ましたよね、みたいな。あれを、見てましたよね、みたいな。ツイッターで来るからな。めんどくさ、確かにドラクエ確かに長いからな。がっつりやらなあかんから。まあ、あれではあるけど。まあでもね、がっつり時間が取れる夏休みとかならぜひやってほしいなと。夏休みとかはまあなんかその長期休暇ね。特にやるのはありじゃないかと思いますね。ドラクエね。すげえおもろいです。D ジョーカー、イヤホンを使おうとしたらぐちゃぐちゃになっていて、どうやったらこうなるんとイライラして切れてました。それだけです。なんかすいません。もうそらすいませんや。そらもう意味わからへんからな。すいません。こちらこそすいません。もう意味わかんないです。D ジョーカーね。ジョーカー D ね。懐かしい。ジョーカー D もめっちゃ昔からおる。タケル。ヒカルさんどんな装備を目指すんですか？俺かー。フルチン打法かな。フルチン戦法。ノーガードフルチン戦法を目指します。まあ、それはそうですけど、二刀流。探検二刀流。探検で、状態異常にしていきながら、ヒュビノスハントとかタナトスハントで大ダメージ与えるっていう作戦で、行こうと思います。で、会心邁進アップだって、会心撃一撃を高めながらやっていくみたいな、パーティー。目指します。次。ピンナーズホーム。録画には初コメです。ドラゴンクエストはやったことないんですが、ドラクエ10は面白そうですね。ヒカルさんのトーク。画面を見る必要がないですね。うん、楽しい。ヒカルさんの視聴者との距離。うん、楽しい。ヒカルさんのソロ実況のテンション。うん、楽しい。録画で声見。うん、楽しい。続き読む。楽しんでるヒカルさん。うん、楽しい。噛めば噛むほど味が出るような動画です、これは。いつもいつも楽しい動画ありがとうございます。命の恩人、感謝永遠に。どういうことや、命の恩人って。最後全くよくわからんかった。ありがとう。いやー、いいコメントやな、これも。長くて。こういうコメントをね、俺見るとね、まあこれ今コメント読んでるんでね、これ返せますけど、本来はまあ、自分でね、まあまあ、普通に見て、動画の管理画面で見てね、すごいね、喜びます。ドラゴンクエストの俺、コメント見るの、めっちゃ楽しみやもんな。ほんまに。出して、2時間とか3時間経てば、コメントがまあ30件ぐらい来て、まあ1日経てば50件ぐらいになってるんですけど、来てね、それはすごい嬉しいです。まあもちろんこう実況通して読んでるんでね、さらに2倍の嬉しさですけど、自分で読むっていうのも一興ですね。声出してね。ありがとうございます。高橋、雄大、宇宙の宙に、大きいって書いてる。読めへん、ちょっと。ヒロト、ヒロダイ、ヒロヒロ。ヒカルさんのドラクエ見ていると、昔プレイした記憶が読み取りワクワクします。これね、あるあるですね。俺は昔のドラクエとか、例えば3とかの実況とか、一回チラッと見たことあるけど、懐かしい気持ちになるんやって、あれがまた。で、自分がプレイするのと、人がプレイするのって全然ちゃうからさ。ああ、そう行くんや、みたいなってあるよな。ああ、ここそう行くんや、この人、みたいな。そんな感じなんでしょうね、多分ね。曖昧1225、もうこいつ曖昧の人言わんかね、曖昧は、ほんまに。ヒカルさん、一つ言いたいことがあります。ヒカルさんのそのツートン、とても曖昧でいいです。うん、まあ、それは別に曖昧、確かに曖昧、俺も黒か金、どっちかにしろよと。まあ、確かに曖昧。気持ちいい、超気持ちいいです。お前、北島康介パクるなよ、ほんま。古すぎるぞ、ほんまに。というか、最近春なのにとても暑いような。ヒカルさん、助けてください。助けてくださったら、俺が死ぬほど大事な特製のブリーフをあげます。どうかこの正月、ぼっちにご冥福を。もう意味わからへんわ、こいつ、ほんまに。もう曖昧、ほんまに。コメント曖昧すぎんねん、ほんまに。言うとることのほとんどがわけわからん、ほんまに。最初の2行ぐらいだった、ほんまに。まどまったん。他全部曖昧やったから、ほんまに。その曖昧さ、直してこい、お前、ほんまに。第1位、アクセラレーター。変態だ。マイスナの変態だ。ピサロみたい。もうこれも全く意味わからんな、マジもう。もう名前も意味わからんけど、もうコメントも意味わからへんかったわ、ほんまに。変態だ、マイスナの変態だ、ここはまだ分かっても、ピサロみたいってどういうことやねん、ほんま。林だけど、今回のシリーズもとても面白いです。これから続いてほしいです。ヒカルさん、これまで頑張ってください。これも続けますよ。マジで。100日目とか、
超えるかな、ダンバーン超えるかな、ほんまに。やばいで、ほんまに。キズは200日目くらい行っとくけどな、ほんまに。200日目行っとくからね、高評価200件、コメント200件くらい聞こえてくれよ。頼むぞ。頼むぞ、それは。そしたらめっちゃ嬉しいぞ、俺も。やばいぞ、それは。それはもうやばいぞ、ほんまに。え、次行きます。マシュマロボーイ。ヒカルさんが一方的に攻撃を仕掛けているモンスターは特に悪いことをしているように見えませんでした。平和に暮らしているモンスターをなぜ一方的に倒してしまうのですか。真顔。利用しようか。楽しいからです。コシヒカルの方最高です。ほう、コシヒカルね。どうも、井戸コシヒカルでごわす。もうちょっと声出んよ、もうしんどいわ。てかな、これな、ドラクエ10やりだしてから声がな、マジでな、使うようになったのかわからんけど、マジで、喉がしんどくなった。俺昔、一人やった時ってめっちゃ喉しんどかったわけよ。イルリカとかやった時って、喉がマジで、もう耐えきれんぐらいしんどくなった時あったんやけど、今その状態、マジで。ほんまにやばい。使い込みすぎて、なんかドス黒くなっていくようなみたいな感じ。わかる？この、使いきすぎて黒くなっていくみたいな。ちょっとこれ下ネタね、入りましたけどね。次行きますか。テリー剣士。最近スマブラの動画やってないので、やってください。スマブラの動画を見るのが一番の楽しみです。スマブラか、まあ、生放送でやったりするからね、スマブラ。まあまあ、スマブラまたちょくちょく出していきますね。梶原浩平。この実況シリーズ大好きなんで、長く続くことを願ってます。これからも頑張ってください。いや、頑張ります。ありがとう。いや、ではザランっていうやつ、ハリセンボンの春にめっちゃ似てる。もうちょっと覚えてないけど、似とったんかな。まあ、ドラクエの手の結構顔、結構変な顔多いからな。ほんまに。ちょっとおちゃらくたいの顔多いからな。世界の奥君、ヒカルさん、神ですね。まあね、まあ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 、神だね。神やね。うん。リョタゲーム、ザコ。は？ザコだって？バカ野郎。ザコはザコでも、カリスマの中のザコなんです、僕はね。まあ、カリスマの中のザコでもないな。でもカリスマかな。うん、カリスマや。このアンチコメントすらもう楽しく見えるわ。もっとコメントしてこい、お前ら。アンチども。もっとコメントしてこい。低評価してるアンチども。もっとコメントしてこい。そして俺を盛り上げろ。どんなコメントでも当たるぞ。エルザスカーレット。いきます、次。エルザスカーレット。ヒカルさん、実況が終わったゲームは売ったりしてるんですか？例えばデジモンとか。いや、売ってないな。一回も売らへんな。でも何も使わへんから。売ってもええやけどな。なんかもう売り行く、な、売らへんな。まあ、売るときもあるんですけどね。まとめてバーって思い出したら売るときありますね。あ、ちょっとやばい、声が。実況中にこのため息つくとやばいな。菅原玲子、015。コミュニティたくさんしてもらえるのはすごくありがたいです。すごくありがたいです。このシリーズもイルリカみたいに続けてほしいです。頑張ってください。いや、もう頑張るわ。ほんまに。もう続けるわ。一生続けるわ、マジで。それが勢いでいきます。まあ、ドラクエ10って下手し一生続けれるもんな。ドラクエ10が栄光がある限りね、一生続けていきます。それぐらいの気持ちです。もう俺も。ゆったん、パート100よりもっとやってほしいです。次のも楽しみに待ってます。頑張りまっちゅ。これでもパート1000とか言ったらもう多分俺泣くかもしれんな。ほんまに。感動しすぎて俺ほんまに、ドラクエ10オフ会みたいなするかもしれん。ほんまに。俺もう、パート3、まあ、300行ってもするかもな。ドラクエ10だけのオフ会みたいな。ドラクエ10を過去見てきた人だけのオフ会。やりたいな。ドラクエ雑談会みたいな。ああ、やりたいな。ほんまに。ええな。やりたいな。そうなりたいな、ほんまに。このドラクエ10ちょっと伝説にしよう。みんなで。俺もそうするに頑張るわ。だから、視聴者のみんなもこのドラクエ10の実況を伝説にしてくれ。ヒカルゲームズの中じゃなくて、ヒカルの実況の中の、ヒカルにも実況って歴史があるやん。やっぱいろんなエリルカがあったりとか、ダークソウルがあって、その実況の中のこのドラクエ10を歴史に刻むわ、俺は。ほんまにでかい。これはね、いつフィナーレを迎えるかわかんないですけど、フィナーレ迎えないかもしれんけど、まあ、シーズン2なんでね、まあ、シーズン2が終わる時も来ると思います。シーズン2が終わる時、みんなが名残惜しくて、感動できるようなね、フィナーレを迎えて、次までシーズン3入ってね、っていう感じで、ほんまにそういうもんにしていきたいなと思ってます。だからコメント、高評価等をね、すごいもらえてるんでね。助かってます、本当に。ありがとうございます。次行きます。ユタン。パート100よりもっとやってほしい。次のも楽しみに待ってます。やるで。ほんまに。やるわ。やろう。ほんまに。やります。エメラルドチャンネル。これコメントなんで、エメラルドチャンネル。小山隆史。パワフルプロ野球のアプリやりますか？アプリは今んとこやる予定ないな。アプリはもうあんま増やす気ないから、今んとこ。単発系のアプリは増やしてもいいんですけどね。増やしてもたまにやってもいいんですけどね。たまにゲットでいっちゃったりとか。そんな感じはいいんですけど。まあまあ、ストーリー系はね。あ、まあ、パワプロの単発で頑張ってないけど、あれ結構やり込まへんかったらな。あかんからな。まあまあ、パワプロ予定ないです。ムラムラ。ヒカルさん、悩むこと全然ないんですね。まああんまないかな、正直。くれない。毎日見てます。ありがとう。ありがとうございます。ヒカルさんがみんなでワイワイやるのもいいけど、ヒカルさんの雑談や下ネタとかを聞きながら見る方が面白いです。好きやな。くれないに染まった、この、ちょっとなんか、
こうなっちゃって変な下ネタ言ってましたって、さっき。くれなに染まった、この、ドス黒い。うんぽって言ってまいった。やば、ミスった。危なかった。コバ、やっぱトークの安定半端ないっすね。ありがとうございます。大阪先輩、半端ないっすね。物理攻撃が効かない的には死にやすいけど、魔法とか賢者の魔法がいいで。賢者なら魔法も出るし、ザオとか回避もあるし、便利だと思う。あ、だって賢者雇うか。確かに、あ、でも僧侶、あ、どうなんやろな。やっぱ僧侶が安定する気がしようやんけどな、俺。だ僧侶プラス、で、俺、会心、邁進ラップってあるやんか。だから、会心の時期出やすい系のパーティー組んでみようかなって。だからバトルマスター抜いて、舞踏家とか、爪系のやつ入れたりとか、あとはまあ、もう一匹踊り子入れて、踊り子で、もう状態上系のやつで攻めまくるとかっていうパーティーをちょっと構成しようかなと思ってるんですね、パーティー構成。そんな感じが面白いかなっていうのは、状態上攻めっていうね。結構面白くない？それはほんまに。しつこいで、状態上。あ、もうなった、やばいやばい。これやばいって。もう50分経っとるやん。あ、どれかコメント。あ、もうちょっと頑張るわ。第1位アクセラレーター。あ、さっきコメントしてたやつですね。オナニーじゃなくて、オナニーですよ、ヒカルさん。知っとるわ、あんなもん。知っとるわ、あんなもん。これ荒げさねえな、ほんまに。誰もオナニーは言ってんやろ、そんなもん。やったらまだな、オナニーじゃなくてマスターベーションですよ、とか言ってわかるけど。オナニーなんか言ってんやん、これ、ほんまに。ほんまに。オナニー寿司ってな、稲荷寿司みたいなってことやんね、ほんまに。うん、ちょっとうまいな、さっきの。うまいかわからんけど、オナニー寿司。うん。どういう意味かわからんけど、なんか実用化ありそうやな、ほんまに。まだくら寿司にちょっと言ってみるか、電話で。どうですか、実用化はって。2秒で却下されるな。青かーって。ツークスな、TSUUUX。ドラクエ11は PSO で出てほしい。いやー、それは絶対思うな。大画面で、大画面で、高画質で、ね、やりたいですね。ポンズハル。お、ハルちゃんね。ハルポンね。ヒカルさん、ドラクエ実況何番ですね。人間によっては何番ですが。モンスターの発売と実況をずっと楽しみに待ってます。俺はもう待っとるで。モンスターが発売したらマジで俺無双するで、ほんまに。ほんまに。他の実況者寄せつけんで、ほんまに。悪いけど、ほんまに。モンスターズはマジで俺のお箱。もうだから俺のもん。やと思った、ほんまに。実況においてはね。それぐらいのもんが、モンスターズになったらできま、出ますね。やっぱね、モンスターの時の俺は強いで、ほんまに。まあ、ドラクエの時の俺はもう強いから、基本的に。ドラクエ愛しと男やから、俺も。やっぱり。実況歴も長いし、ドラクエにおいては。まあ、まだまだ増えていくよね、ドラクエの。ドラゴンクエストの歴史をね、刻んでいきたいなと思ってます、今後もね。楽しみに待ってます、俺も。マットトットロ。ヒカルさん、視聴者と一緒にやる動画作ってください。できたら嬉しいな。あ、これな、またちょっと企画するわ。ちょっとね、これね、今ソロでやってるんですけど、番外編みたいな感じで、視聴者と、マジでどっか行くみたいな。視聴者旅行みたいなね。ソロじゃないドラクエもね、面白いじゃないですか、やっぱり。だから、この動画見とる人、その言ったら、今、コメントとかしてくれとる人だけを、の中から、誘ったメンバーでね、やってみるとかって思うと思うんです、俺は。だから、そんな感じでやっていこうと思う。まあ、ただ俺まだ弱いから。まあ、だから、なかなかあれなんですよね。レベルがマックスとかいったらね、もっとやりやすいかなと思うんですけど、もっと強いとこ一緒に行ったりとか、グラコスとか一緒に倒したりとか、そういうことを一緒に視聴者とやったりとかってのも、面白いなと思ってるんでね。まあ、生放送でやったりとか、あとまあ、録画の時にも、時間があればね、やってみたりとか、っていうのを、まあ、しようかなと。まあ、ツイッターなんかで募集かけて、今から、この場所で、こういうドラクエやります。だから、ツイッターだからね、ちょっとね、作っといてほしい。またドラクエでまたいずれお知らせとか来るかと思うから、ツイッター俺のフォローしててくれたら、またね、ドラクエ10やるときなんかで、ね、言うと思うんでね。そんな感じ。若葉のまったり部屋、早くめ、いつも動画、投稿、うぽつ、です。ありがとう。若葉っちありがとう。ドラクエ10よし、よしおに感謝しろ。何をや。こちらもフィンに育てようだ。はぁ、やっぱ聞き入っちゃう。ありがとう。聞いてくれ、もっと。俺の、このガラガラ声に、ガラガラ声に聞き入ってくれ。ハグキング。学校が忙しくてドラクエ10やめてしまったけど、ヒカルさんの実況見てたらまたやりたくなってきました。やりたくなるやん、でもドラクエ10ってな、やりたくなってまうねん。おもろいんやってこれ。俺もやめたけどな、もうな、熱が今、沸点超えてもとるからほんまに。ポッポーって感じ。アンテクリバーアイランド。あ、これ、アンテクリバーアイランド読みます。読みづらくてすいませんって書いてな。どうでもいいことですが、アンテクリバーアイランドと読みます。ザワラルの呪文も覚えるので、ホイムスラムもおすすめします。死んでも復活できるので、まあ、回復系のサポやといえば済む話かもしれませんが、てん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 。確かにな、まあ俺、魔物使いやめたから、踊り子になったから、ちょっと俺も、魔物は今、ないんやけど、だからまあ多分僧侶雇うことになると思いますね。僧侶が賢者、雇うかな。だからちょっと強そうな敵の時は僧侶雇って、ちょっとまあ、押せ寄せできた時は賢者雇って、アタッカーも兼ねてもらおうかな、みたいな感じ。はい、じゃあコメント読みました。これコメント全部やるとやばい方になるな。
でもな、これ A コメントしかないからな、読まなあかんねん。俺もほんま、俺だから、なんだろ、読みたいね、俺が。だからもうちょっと長なるけども、それしゃあないわ。だから20分間の動画見てみんな、だから。その、コメント意味はもう、コメント意味はほんまだから、おまけと思っといてほんまに。誰も見んかってもやっとくわ、勝手に。俺が一人で。楽しんどくわ、ほんまに。まあ、見てくれたらありがたいけど、でもみんなやっぱその時間っていうのもあるから、やっぱり。だから50分とかその2本とかしてたらやばいから。あれだけど、まあまあまあ、とりあえずそんな感じです。まあ、飛ばし飛ばしとか見たりしてください。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。